はい、木の店三目です。杉の小ぶりな一枚板です。うずくり仕上げですね。ちょっとね、ここになんていうのかな、節の掛けですかね、パテでね埋めてます。まあ、なんかいい感じのアクセントポイントに、ね、なんかなりそうな感じはしますね。これはこれでなんか良さそうな、面白そうな感じはするんですけど、こういう風な感じの杉の、一枚板ですね。長さが1180あります。で、大体、まあ、幅の方がですね、大体57、8センチっていうところから、まあ、60センチくらいの、ところですね。一番広いところで64センチ、そういう板ですね。で、厚みが45ミリ、4.5センチですね。こんな感じの、こういう目積みですね。まあね、ちょっと一瞬こうシンプルに見えるんですけど、なかなかちょっとね、この辺なんか全体的にちょっと面白い木にね、なんか上がりそうな感じはしますね。オイルの方ね、塗ってどんな感じになるか、今からね、塗っていきます。はい、じゃあお願いします。あ、木裏からね塗っていきます。木裏も節ですね。まあ、こっちの方は、サンダー仕上げで結構ね、この細かいこういう傷とか、まあ、ちょっとパテで埋めたりはするんですけど、まあ、あのこの辺は表面ね、ちょっとだけがっちりパテ埋めで、埋めてる感じではないですね。まあ、木裏では使わない感じでいいんじゃないかなと思いますね。こっちはまあ裏の方に使ってもらって、はい、木裏の方でこういった感じです。そのままじゃあ、表の方ね、木表を塗っていきます。木表の方があのうずくり仕上げになっているので、表面がね少しこう手触りがね、ちょっとこう凹凸を感じられる 手触りになってます。意外とね、ちょっと欠点のところなんですけど、すごくなんかここの部分でまたなんかこう自然を感じられるというか、そうですね、ちょっとね木は大きい感じですけど、うずくりでね、あの少しなんかこう立体的な感じにはこうなんか出てきてますね。そうですね、カフェテーブル、ソファーテーブル、パソコンカウンターですね、パソコンデスクの天板ですよね。なんかこう表情が、ね、出てきましたね。あの木の中の濃淡がね、結構こう浮き出てる感じで、
そうですね、耳は耳でほぼね皮を使ってる感じで、皮がね綿皮で生かされてますね。こっちは少しね削りを入れてますね。少し木が出てる感じで、塗るとこんな感じになります。はい、オイルの方ね今塗り終わりました。こうなんかね本当シンプルですけど、この真ん中のこの濃淡がすごくちょっと際立ってきますね。なんか面白いですね。力もこんな感じで、こうちょっとこういう見えますかね、こうちょっとこの縮みみたいな感じで、これ木がこう、ね、揺らいでる感じがしますね。すごい面白い仕上がりになりましたね。面白いと思います。存在感あるね一枚になったんじゃないかなと思います。はい、杉のね一枚板、小ぶりな、まあ、PC ねパソコンデスク、カフェテーブル、ソファーテーブルっていう、そういう感じにすごくね合いそうな感じの、一枚板になりました。はい、ご視聴ありがとうございます。